東急モールズデベロップメント港北東急 SC 港北東急 SC は神奈川県横浜市鈴木区のセンター南駅前に所在する東急モールズデベロップメントが運営するショッピングセンター東急ポイント加盟店1998年4月25日株式会社 TMD により港北東急百貨店 SC として開業港北東急百貨店が 同時開業し、閉地されていた。シネマコンプレックスの109シネマズは、投資施設の開業当初から6階に入居している109シネマズ広北が、初出店で、その後に、全国展開した。広北東急百貨店は2006年3月に、専門店ビルへ業態変更し、広北東急に解消。2007年3月26日、 広北東急百貨店 SC は現名称の広北東急 SC に改称した。地下1階の食品売り場のみ残っていた広北東急は2011年に撤退し、全館が広北東急 SC となった。広北東急の食品売り場跡地には2011年4月29日にロペア広北東急 SC 店が出店した。当初は百貨店を各店舗とする。 上質志向のショッピングセンターとして開業したが、その後は渋谷109アウトレット、島村や座ソ層などのテナントを導入し、低価格志向の大衆的なショッピングセンターへ路線変更を図っている。A 館、B 館、別館、ベラブからなり、A 館と B 館は一体化している。詳細は公式サイト内のフロアガイドを参照。2021年9月現在。 ありがとうございます。